右中間満塁ホームランなるかなるかなるか、入った満塁ホームラン、逆転。バッターボックスは真由美、打った、今度はレフトだ、レフトスタンドぐんぐん伸びる、ツーランホームラン、ダメ押し。2点差を追うタイガース、7回裏ツーアウトからまずバースがスリーランホームランで逆転。センターバックスクリーンのどでかいホームランでした。続いて掛布が、これもセンターのバックスクリーンへ一直線に飛んでいったホームラン、バースとほとんど同じところに落ちます。さらに岡田が行った、センター3連発か、クロマティ追わない、阪神大逆転。バッターボックスは真由美、ツーストライク、ツーボールからの6球目、打った、センターへ、ぐんぐん伸びる、ぐんぐん伸びる、クロマティが下がる、フェンスにはジャンプした、取れない、入った、逆転スリーラン。10対10の同点、小雨の名古屋球場、バッターボックスまず8回の表、掛布がレフトスタンドへ勝ち越しのホームランを放ちます。これで11対10。さらに9回、前見打った、さあ2アウトからレフトスタンドへぐんぐん伸びていく、ダメ押しの6号になるか、入った、ホームラン、ゆっくりと今前見がホームイン。3対2とリードされた4回裏、3点取ってまず逆転、さらに掛布がバッターボックス、打った、センターバックスクリーンへ一直線で伸びていく、センターがバックス、バックスずーっとバックした、取れない、フェンス直撃。前見に続いて今広田がホームイン、続いてバースが帰ってくる、満塁一走のスリーベース、8対3。2回の同点、バッターボックスはバース、2エンド2からの5球目、打った、レフトへ持ってった、伸びるぞ伸びるぞ、レフト追ったが途中で諦めた、入った、ホームラン、阪神勝ち越し、4対2。1対0とリードされた3回の裏、掛布のスリーランホームランがまず飛び出して、これでまず逆転。続いて岡田、レフトスタンドへ大きなアーチを描いたソロホームラン、掛布岡田のアベックアーチで6得点、8対6で勝って単独トップに返り咲き。5対0とジャイアンツにリードを許したタイガース、バッターボックスに佐野が向かいます。フルベース、打った、これはレフトへ持ってった、満塁ホームランになるだろう、入った、満塁ホームラン、5対4、1点差。バッターボックス真由美、一発すれば逆転、打った、レフトスタンド、伸びる伸びる伸びる、入った、逆転ツーラン、6対5、ジャイアンツを逆転。7対7の同点に追いついたタイガース、8回の裏、満塁でバースを迎える、打ち上げた、ライト、これはホームラン間違いない、夜空に白球が上がって、ゆっくりこう描いてスタンドに落ちた、満塁ホームラン、広島の粋なめをバースが止めた。でバッターは真由美、小松の146球目、打った、左中間、抜けていく抜けていく抜けていく、阪神サヨナラ勝ち、5対4。